ひろが知らんか待ってよ大丈夫よ。はいはい、こんにちは。はい、まひろの1週間。私ですね、最近あんまり話してなかったことがあるんですよ、好きなのに。はい、何だと思いますか？何ですか？私は星野源さんが好きとすごい言ってきてですね、最近その話してないなと思って、はい、しますね。おお。でですね、お願いします。月曜日に星野源さんのオールナイトニッポンがやってて、はい、それをもう毎週聞いてるんですよ、欠かさず、はい、深夜1時からにもかかわらず頑張って起きて聞いてて、はい、であのメールをね、うん、なんか募集してるので、うん、送るんですよ、うん、毎週読まれないだろうけど、うん、読んでほしいなと思いながらね、すごいもう送るの、はい、ついにお先週の月曜日お読まれたんです。おめでとう。本当に本当に本当にそうなんですよ。全国だよね。全国ですよ。コミュニティじゃないよね、これ。コミュニティじゃないです。大賞すごい。そうなんですよ。何百通の中から、いやもう何万な、もうね、すごい、10万、7万もすごい、もうすごい、もうわっってなって、もう番組の本当すごい最後だったんですよ。すごい最後で、でも3時からテンション上がるってちょっと体に悪いではある。そうそうそう、だから終わったらすぐ寝るんだけど、どうしようってなったけど寝れましたけどね、すぐ。うわー、いい夢だっただろうね。そう、いい1週間でしたよ。うわー、はい、すごい。それではミキの1週間。はい、私は先週、あ、今週、うんうん、月曜日から金曜日、あ、木曜日まで東京に行ってきました。お、うん、就職活動のため。はい、はいはいはい。でそこでね、発見しました。発見した、発見っていうか確認しました。確認した、はい、はい、匂いと、うん、ある匂いがちゃんと匂いしました、うん、え、匂いとある匂いがちゃんとしました。どういうこと？言います。はい、カレー臭の匂いを認識しました。はい、今までね、カレー臭、はいはいはい、カレー臭って、うんうん、カレー臭ってどんな匂いよって思ってたんですけど、多分これかなっていうのを電車で確認しました。電車で、はい、なるほど、ね、すごいなんか近かったんですか、おじさまと。おう、おう。よく見えた、眺め、眺め、ほうほうせいね、結構ね、うんうん、よく、うん、あの金髪先生が、金髪先生が、うん、はい、人は支え合って生きていくものって言うじゃないですか。あ、人という字はみたいなやつね。おう。いっぱい支え合ってきた。あ、電車で、電車の中ですごい肩をそうそうそうとかなりながら、そう、満員電車ってやつですか。そう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 。でな、そこで、はい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 、いつも3日間ぐらい東京にの時に電車乗ったんですけど、はいはいはい、3日ともなんかに嗅いだことある匂いが、あ、今日も、うん、あ、これって電車の匂いなのかなとか思ったんだけど、多分違います。それは何だったんですか？カレー臭です。でも自分もね、将来大人になったらなるから、そうですね、まあ、そこはね、もう人間のね、そういう生態だね。すごい、東京に行って初めて認識したカレー臭。初めてのカレー臭みたいな。そう、でも楽しかった、やっぱり。楽しかった、東京は。刺激があるし、刺激が、夢があるなって東京思いました。刺激が。はい、ちょっと刺激臭ね、それは。刺激臭。いい、はい、はい。ということで、今日もね、はい、楽しく、はい、ミキとゆかいの仲間たち、始めていきます。はい、やってきました、ミキとゆかいの仲間たちのお時間です。はい、はい、もうね、1週間みんな楽しかったね。楽しかった。私はすごい、もう月曜日の深夜から。あ、もう月曜日、そう、そうなんですよ、初日から1週間の。そう、もう最高、もう最高でしたよ、本当に。それでね、うん、前の段階では、うん、多分あの星野源さんの話をしてる時に多分なんか、うん、あの本を2冊ぐらい、うん、見つけて買いましたみたいなことを言ってたと思うんですけど、うん、その後もね、どんどん増えていきまして、うん、お、今ではね、
星野源さんの本が多分5冊うわーすごい結構すごいねそうなんですよ5冊ぐらい持ってて、うん、あと過去に発売された DVD、うん、ブルーレイ2つあるんですけど、うん、それも買いまして、うん、うわそれでまた来週ぐらいにね、はい、新しい、はい、出るんですよ映像作品マジですかそうなんですよなのでもうすごいもう熱はまだ冷めておりませんうわいつ冷めるんだろう楽しみ冷めた時がまだ冷めた予定はないですよないですないです もう今沸騰中ですか沸騰中ですおー沸点高まってますよ私はね一回お笑いにハマりましてね一回何回か来るんですけど、その波が波が、あ、なんか今は落ち着いてるんですかね、じゃあちょっとだけちょっとだけで中学校の時に激ハマりして、うんうんうん、お笑い男子校っていうお笑い芸人の雑誌をもう毎回買ってて保存してたんですけど、もう今は冷め切っちゃって、うん、ちょっと人にお売りになりました手放したねはい、手放しましたねなんかツイキャスコメントが来ておりますね、はい、おきぼりベンタさんこちらオフってこれは何を聞いてかななんだろう気になるオフオフ感じたかオフってなってそうだねで多分あれだね、うん、多分あの彼氏だった多分あららがまサイガーさんこんにちはしょい、はい、おーこんにちはしょいですあともう一つありますはいミキーモーニングエイトの木曜日担当になったのって言ってますよそうやらせてもらえることになったまだでも分かんないですまだわかんない。お願いします。やりたいです。私。ここでやりたいですって。やりたい。頑張ろう。頑張ろう。あ、おきぼりベンタさんが、はい、カレー臭からのオフです。ですね、オフか。オフ。カレー臭ね、でもね、みんな人間だものだよね。まあそうよ。そう。私たちも将来はって思うぞ。もしかしたら、カレー臭じゃないかもしれない。ソファーのみんなの蓄積の匂いかもしれない。蓄積の匂いがね。そうだよ。そうね。まだわかんないけど。でもそうだよそこにおじさまはいたんでしょその3日間っていうそうでもやっぱり今高齢化社会だからおじさんが多いのは当たり前かなみたいな思ったらわかんないでしょどういうことよくわかんないけどまあいいやそう OKOKOK はいということで今日も楽しくやっていきたいと思いますはいはいで今日のガールズトークのテーマは私たち自分のイメージです、うん、就活とかしているとねイメージについてよく問われますから、うんうん、はいはいはいそのことについて喋っていきたいと思いますますと今日はね、うん、新コーナーがあるんですよね新コーナーがあるんですはいなんです、はい、楽しみにしててくださいはいはいこの番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレスは797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com ですまたこの番組ではね、はい、コメントも募集しております、はい、もうツイキャスでユーストでコメントをどんどんお待ちしております、はい、ね楽しい来たらメールもうん。メール超嬉しい。お願いします。お願いします。はい。ということで、はい、今日のオープニングナンバーは、まひろセレクトの曲をかけていきたいと思います。はい、先ほど、すごい星野源、星野源つって、うん、言ったので、うん、星野源さんの曲を流したいと思いますよ。お、来ましたね。星野源さんの夢の外へっていう曲を流したいと思います。はい。いきます。星野源さんで、夢の外へです。あれですよ、なんかお笑いにも出てますよね、うん、
あ、ライフにもはい出てます。ライフ、それ俺元気なの？いや違う。元気じゃないです。元気じゃないんですけど、俳優も。面白い人なの。あ、星野源は俺はコウノトリの篠宮先生のイメージです。ああ、いいですね。わかる。かっこいいですね、メガネかけて。すごい。白衣着て。白衣着て。そう、やってた。いいですね。白衣着てかっこいいの福山雅治ぐらいじゃない確かにかっこいい。かっこいいけど。かっこいいです。いいですね。星野源の話したら。なんだっけ、福山雅治のほら、モノマネでよくあるさ、白衣着てやな。ミッチーですか。ガリレオです。実に面白い。実に面白いだっけ。実に面白い。実に面白い。あ、でもな、やっぱモノマネはほら、取ったんか俺ら。ひろきさんからモノマネ取ったんか。あ、ひろきさんのすごいさは、取らない。あれだぜ、俺がパーフェクトヒューマンの踊りを全部覚えて、あれだぜ、ヒロキがあれ、あ、今パーフェクトヒューマンだけ言うっていう。あー、すごい面白そうもう歌詞は噛まずに全部言えるようになったかよ。おお、じゃあ藤森役ですね、うん、いいよ、じゃあじゃあじゃあ最初に言うよ、CHRA CHRAGA パーフェクトヒューマン、うん、ほら、チャラメガネ、チャラメガネ、なんかオリラジってさ、売れる時と売れてない時の差激しいよな。でもなんか長生きって感じはします。なんかこう、こうありますね、ちゃんと続いてますよあの、ずっと上行くわけじゃないですか。お湯田で行ったと思ったら、どん底まで落ちて、次チャラ男で行ったと思ったら、またどん底まで落ちて、またパーフェクト、パーフェクトまで上がって、それはすごい、それはすごいです、諦めないと。うん、夢と想像についてあと30秒ぐらいです。はい、OK です。ここモニュメントミキちゃん担当だからあれか、本当にやらせてくれるんですか。あ、朝起きれる、頑張りますそれが一番怖いですよね。やりたいけど緊張する。もう安定の髪を。モーニングエイト1回だけミキサーどうしてもやらないといけないってあって。限界体制。朝何時に来てますかいつも。あの、あの時6時半に行ったかな。おー。限界体制で全員が全員俺に電話してくるっていうね、朝に。なあ。起きてる？起きてるって。ギノワンいるよみたいな。怖い。で過ごさないように気をつけないと。じゃあミント流そう今日。あ、どうしよう迷う。サタデーナイトにしようかな。あ、どうしよう、ミントにしようかな。わからん。残り20秒です。はい、マイク上げます。お、ツイキャスも来てますね。俺だっていい違いますはい。始まりました。何かが今起こりましたっすよ。まあ、そういう時もありますね。よくありますよ。てか、いつもあります。はい。はい。ということで、今日もガールズトーク始めていきましょう。ましょう。今日のテーマは、テーマは、私たち、ルルルルルルン。私のイメージです。です。はい。そうです。そう、イメージね。イメージ大切。大切。どう、まひろイメージ、え、自分でどう思ってる、自分の、うん、あ、自分のイメージ、まひろのイメージはどうだと思ってる、自分の、自分のイメージ、うん、うーん、や、なんかや、やばい、やばい、どうしたそう、大丈夫大丈夫、やばくはないよありがとうありがとう、そう言ってくれて。じゃあミキは、ミキは自分に対するイメージはどうなんですか。うんじゃあどうだろう、イメージか、うん、ほらそうなるじゃんやっぱり、うん、イメージほら最初あれじゃない、そうだね、ほらミキ、あ、まひろから見て、うん、ミキはどんなイメージとか聞くもんじゃないの。あ、そうだね、そう、間違ったじゃあまひろのイメージ言っていい。あ、言って言って言って。まひろのイメージはですね、うん、うーんとね、うん、しっかりしてる、しっかりしてる、うん、本当に。でもよく言われる、でもそれは多分メガネのせいだと思うんだ。いやいやいや、喋り方とかも含めていや、
ミキよりかはそりゃ噛まないけどさ、うん、そう、舌が短いんだよ。え、そうなの？だから噛むらしい。そうなの？わからん。嘘ついたの今。わからん。じゃ舌が短い。へー、そう、舌が短いで測ったの？うん、違うと思ってる自分で。そう、全部が不確かなことでしたね。じゃミキのイメージは？ミキのイメージ、うん、なんか中学校から一緒じゃないですか、うんうん、まあ高校は違かったけど、うん、その中学校の時はすごいおとなしくて、あ、そうそうそう、自分やっぱ真面目っぽい感じかなっていうイメージではあった、うん、ね、よく言われる。そうそうそう、なんか頭いいと思ったって意外にバカだねっていつも言われます。そう、悲しい。それはそう、本当にちょっと分かってないな、みんな。ミケ静かじゃないから。静かじゃないよね。でもそう、全然静かじゃない。じゃないよねっていうのもどうかと思いますけど、最初演じてる、演じてる。演じてる。あ、じゃあミキは周りから、うん、自分以外周りからどう、なんかどう思われてるの？そうだね、でもいつも言われるのは、うん、なんか静かとか、うんうん、あ、やっぱ同じ感じか私と。なんか、うん、天然とか言われるよく。お、天然。そう、天然とかバカとか。バカは思ってないけど、アホとは思ってます。待って、マジか。でもそう、そういうジャンルで言われるし、うんうん、そう、最近言われたのは、うん、ピュアって言われた。ピュア、純粋だねって。とか、うんうん、で、なんか最近先輩と飲んだんですよ。うん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 、その時に、小悪魔だねって言われた。小悪魔だね。でも、悪の方が強いミキ。ミキ、自分で性格悪いかもって思うから。悪魔なんですかね、じゃあ。そうだね。でも全然、とか、何年、自分の想像してなかったイメージを言われる。今日も面接で、うんうん、面接あったのね。お疲れ様です。なんか、うんうん、いつもどんな位置なのみたいな言われて。位置なの？自分がどんな位置なの？イメージ、そう、友達から思われてるイメージみたいな。うんうんうん、そしてなんかよくそういうなんか優しい系に見られますって言ったら、そうだよねって言われて、うん、おー、いやいやいや、優しくないしと思って。え、優しいじゃんミキは。優しいよ。いや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 、優しくはない。ツイキャスコメントでおきぼりベンダさんがピュアで小悪魔な天然なアホって言ってる。そう、でもさ、全部違うミキ、当てはまってるとこない。お、あららがまサイガーさんもミキ男を騙すタイプだなって。いや、ミキ騙したことない。騙されたこともない。でも先輩に小悪魔って言われたんでしょ、うん、多分話がバカすぎてなったんだと思う。それは戦略っていうか、さ、なんていうの、そういう風にわざとやってるんじゃないかってことなのかな。じゃあ、わか、だからどういう意味で捉えて、マイナスの意味で捉えてるのか、プラスの意味で言ってるのかわからんわけだから、うん、あ、どういう意味やーと思って、どういう意味やーって、うん、あ、小悪魔って言われた時、あー、ミキ性格ちょっとやばいのかなとか思って。いや、小悪魔っていうか本当に、うん、やばい。やめて。やめて。そうだけどさ、もうそれを感じないように。いや、愛すべきアホですよ。いやいやいや、いいこと、いい意味だよ。イメージ違う。自分のイメージは、うん、しっかりしてるわけ。しっかりしてるわけ。ミキはミキのことを、私はしっかりしますって思ってるけど。しっかりしてる。そう、めちゃくちゃしっかりしてるし。じゃあしっかりエピソード言って。じゃあ、うんとね、ご飯作る。おお。おお、じゃあ何が得意ですか？ご飯。もうご飯だったら作れる、なんでも。すごい。ダビキ長女だよ。ずっと家事してきたし。そう、偉い。3人姉妹だから、親がなんか仕事振り分けなさいっていうわけ。お、う、お、ん。だから土日になったら、うんうん、1階の掃除の担当と2階の掃除の担当に分かれる。すごい、しっかりしてる。でしょ？もう洗濯物も何回も干してるからね。おしっかり。そう。ああ、そりゃ偉いわ。し、損得をちゃんと考える。損得？何？今割引セールとか。ああ、すごい。ちゃんとやる。すごいじゃないですか。とかなんかよく、さっきも真宙に言ったけど、うん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 、家庭科の時間とか学校の時。うんうんうん。なんかこの作るってなった時にあるね、自分が包丁持ったら、うん、はぁ、あ、怖い、ミキが持ったらやばいからやめてみたいな、みんな言われるわけ。言われそう。そう、でもそれとかもはぁ、あ、とか心の中で思ってるわけ、うん、いやいやできるからみたいな、いつもやってるからって思ってるけど、うん、思ってるけど、はぁ、あ、そうかも、できないやってみたいな、みんなに言って。あ、そういうのが小悪魔っぽいんじゃないの？じゃあ、いやいや、だってさ、うん、だって私できるからって主張したらちょっとトゲが立つっていう、角が立つっていうか、え、なん、そんなならないよ。なんね、なるさ、やっぱミキできるの？こんなのに、いやいや、すごいってなるよ、逆に。ギャップだよ、いやいやいや、ギャップ。
違う、でもなんか荒波をしないね、マジか私できないからやって、お茶も洗っとくとか言って帰る。あー違うよ、 それは違うよ。やるやる、すごい。なんかツイキャスコメントお結構来てます。来た、元 AKB ファン、はい、ジャンさん、はい、ミーキーかわいい優しい笑って書いてある。いやいやマジでそれさ、騙されてますよ皆さん。すごい、男が勝手に勘違いするのかなって、おきぼりベタさんも言ってます。あ勘違いでも、うん、ミーキーそう、うん、わどうなんミーキーはぶりっこ、そうミーキーぶりっこさしないしミーキーぶりっこできなさそう。そうミーキーさぶりっこしてる自分が気持ち悪いわけ。ぶりっこってどうやってやるんですか、ね、だからなんかさ酔ったふりとかする人いるわけ、ミーキーの友達。へえ。それがミーキーできないわけ。だからさ可愛くないわけ自分は。やろう、めっちゃさ やってみたの。うん、違う、友達がなんかかっこいい人がいたら寄ったふりするんだみたいな。ああ、もう自分でそう言ってたの、その子が。そう、女子会の時に。すごい、おすっげえと思って、演技早と思って。すごいね、このやってる自分キモとか思ったら、うもう絶対もう引く、自分で引くよそんなことやったら。わかるだな、すごいな、すごい。あららがまサイガーさんが、ね、料理はポイント高いよミーキーって。そう、でもさ料理はほど簡単なものない、なんかごてかお菓子作れる女子いるさ。いますね、すごって思うんだけど、お菓子ってすごい。そう、この計量するさ、あちゃんと測って、そう、いやもう計量とかやってられんし、うん、あーザッキーの印象、あザッキーさん ガールズトークに入れます。全然全然ボーイズトークです。入れますか、ボーイズ&ガールズ。そうだね、はいはい、ザッキー真面目そう。うん、もうそう。いやそれはやっぱあれですよ、メガネ。でもいやいやシャツもね、うん、きっちりつけてみたいな、そんな私服がダサすぎて。いや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 これがまともな服なんですよ俺の中で。全然それなんか意外に真面目そうだけど、なんか振りとかに答えてくれるのがノリがいい。ノリがいい。あマジっすか、うん、ありがとうございます。いいですよね、すごい、すごいです。めっちゃいい、いいなぁ、いいなぁそういうのいいな、ギャップみたいな。そうですよね、うん、すごい、どれガチガチっていうか、がっつりなんか真面目ですって感じ。そう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 、思ったんですけどね、うん、すごい。本当ですか、くるくるっと。ミキーさんは自分から見ると、うん、なんか最初は真面目なのかなって思ったんですけど、やっぱ真面目ミキー。でもガチか、途中からなんか抜けてるのかなっていう。いや待って、抜けてるとこ見せてたことない。もう出てるって。もういやいやいや出てる、多分どこら辺でです。いや普通になんか結構残ってる時とかの会話の中で節々に現れてます。うっそ、自分で気づいてないだけなんだ。じゃあ、うん、本当ですか司さん、うどういうとこです。そうですって結構意外に真面目な話してるんですけどやばい。すごい。そっか、元 AKB ファンのかっちゃんさん、あ、あそうだね。あで、じゃあスイキャス行ってから行くか。そうしましょう。はい。ユウタンは真面目そう。テレや笑。って感じ。ユウタンっていうのはザッキーさんのことですか。ザッキーさん。そうですね。まだあだ名がちょっと決まってない。ユウタンだじゃん。ユウヤって名前ですか。いや違う、ユウタです。ユウタ。ユウヤではないです。ユウタか。ユウタさん。スカッちゃんはどこに隠れてる。私のいますよ、こっち側にいます、こっち側にいます。じゃあつかささんの印象、印象、うーん、なんかもう いろいろできるみたいな。あ、何でもできる、何でもできそう。そうそうそう、それはある、すごく何でもできますみたいな。実際何でもできますよね、なんか、うん、でもなんかよく私、あの FM ギノワのスタッフさんになってるんですけど、うんうん、あれです、ひろきさんとセットで万能、なんかもうすごい人みたいな感じしてます。あ2人でお互い支え合って、なんかいいとこを、なんね、足りないとこ補い、あで一番強い人みたいな、2人で1人で、あもう2人合わさったらもう最強みたいな、そうそうそう、最強なあコンビみたいなイメージがありますね。うーん、うん、そのコンビを見たことがないんですよね、まだ。あすごいですよ、そうなんですよ、すごいですよね、会話が絶妙っすよね、会話がすごいっす。 おきぼりベンダさんもツイキャスコメント、はい、スカッちゃんさん知識が豊富なイメージ、うん、あー、うん、本当そうですよね、あれあれあれ、あホワイトボードに料理は超苦手出してます。料理か、でも料理は適当ですかね、あれはもうミキーが作りますか、大丈夫です、本当ですよ本当ただボーンって投げ入れます料理か、お菓子できる女子がいいよね、やっぱ
うん、すごい。私は何もできません。料理できないんだ。いや、とか言ってできるやつが多いんだから。そういうのあるじゃん。なんか勉強してないよとか言ってすごい点数取る人とかいるじゃん。あ、自分はやってない。勉強に関しては、あ、そんなやってないよって言って、まあ、普通にやってるみたいな人なんですけど。やばい、それと一緒だ。でも、本当に料理はしないの。ああ司さんがホワイトボードに女心が分かりません。女心が、私も分かりませんよ。人の心が分かりません、あんま難しい人見知りだから。難しいですよね、人見知り。そうそうそう、人見知り。そっか、人見知りって言った時も、うん、嘘、人見知りじゃないでしょってよく言われるわけ。でも、あー、でも、人見知りのミッキーはあんまり見たことがないからわからない。いや、めっちゃ人見知りだけど、初対面の人にはグイグイいけるわけ。あ、なんか言ってたよね、友達の友達っていうちょっと微妙な、近いような感じの人だったら全然いける、ね、もう知らん人だったらいけるけど、友達になってったら人見知りする。あ、1回会って次2回目会ったみたいな時とかが一番気まずいみたいな感じ。1回もう仲良くなってったら人見知りする。え、どういうことどういうことどういうこと。司さんがなんか嘘のホワイトボード書いてます。なんか司さんが私も人見知りで口下手です。いや、嘘です、ね、口下手じゃないですね、これは。完璧な嘘をついておりますね、これは。やばい、絶対違います、それは。嘘です、嘘です、それは。すごい印象ね、うん、あ、ちょ、本当私は料理はできないんです。いい、あ、でも料理できそうって言われたこともないから。できそう、できそう、どうでもいいんだけどね。そうそう、やばいね、印象面白いね。面白い。他にあるかな。あ、印象、マヒロは何か言われた、何か言われた。あ、ごめん、これだけ。はい、木彫りメンタさん、はい、ミキさん YouTube の動画見た後に実際会うとギャップありすぎてびっくりしました。あー、そうかもしれん。でも そうだね。でも YouTube の自分がは本当の自分です、多分。そうです、なんかネットで配信してるんですよ。皆さん予習してください、私はこういう人ですよっていうのをやってるコンセプトで YouTube やってるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんです。そう、イメージね。そう、マギロなんかギャップと違うとか、なんかイメージこう言われてるけど実はこうなんだとかある。うん、じゃ、ミキもさっきね言ってくれたように、なんかしっかりしてるって、うん、言われますけど、うん、別にしっかりしてないわけでもないけど、そんなしっかりしてるわけでもないっていう。でも、あ、でも遅刻とかは絶対したくないから、うん、すごいそういうのは、うん、しっかりしてるかもしれないけど。しっかりしてる。なんか最近はね、うん、使ったお金とか、一日に使ったお金とか、うん、手帳に書いてる。おお、そういうのはちょっとすごい、すごいではないけど。すごい、待って、いい奥さんになれる。いや、でもね、うん、でもそれもきっちりやつは続かないから。うん、適当に今日はなんか491円使ったんだったら500円とか書くんだけど。あ、そう計算しにくいじゃん、うん、最後に。で、月の最後とか、うん、次の月が始まったら、この先月1ヶ月分 の、うん、この1円1ヶ月でいくら使ったかっていうのを。おー、マジか。そう待って、ミキのもやって。いやちょっと大変、ミキ。そう、それをやったりはしてるけど。あ、でもあれだね、やっぱり真面目だね。真面目かな。いや、貴重目ではない、全然雑なんだ。いやいや、雑な人が待って、これやらんよ。いや、雑とそういうのは違うよ、ほんとほんと。手先とかはね、いやいや、全然器用じゃないから、すごい雑なの。いやいや、嘘ついてます。いや、ほんとですほんとですよ。これはほんとにね、すごいな、雑なんですよ、すごく。いやいやいや、雑じゃない、生きてきてるからって言ったらもう終わり、そうね、終わっちゃいますけど。 そうだね、楽しい楽しい。イメージ、そう、ね、面接とかで言われるから、うん、そうだよね、そこら辺押さえといた方が、そっか、そうだ、ね、いいと思います。みんな自分のイメージを、イメージ、うん、でもメガネかけてるから、メガネっていうイメージはね、あすごい、メガネ全然外さないんですよ、私。わかります、私もメガネでしたから。いつからコンタクトしてるの。高校入った、高校デビュー、高校デビュー、ふう、ふう、そう。でもそれやったらまたイメージ変わるんじゃない、メガネの時とコンタクトの時って。でも自分小学校の時2つ結びだったんですよ。中学校の時も2つ結び。あ、そうだそう、めちゃくちゃ癖毛でねえ、そう、もう下ろすことができなかった。あ、そうなんだ。そう、うん、やばい、見せきれん、見せきれん見せたかったの。いやいや、見せきれんよ。で、思い出しきれるよ、あの頃のミーキーでしょ、うん、本当にね、うん、もう変わってます。
マジか。もうすごい可愛くなってる。いや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 、すごく可愛くなってる。いやいやいや、でも自分よく垢抜けないねってよく言われるんですよ。多分芋っぽいってことだろうなと思って。芋っぽい、ショック。いや全然芋っぽいんでしょ、ミキ多分。いやいや、芋っぽい、いや何も芋っぽくないよ。いやいやいや、なんか全然そんなことないです。だから都会慣れしてないんだと思って、もっと那覇に行こうと思います。いや見せきれないですよ、深田さんがね。絶対無理、絶対無理。卒アル見たいというね。もう燃やします。燃やします。ダメだよ、思い出の品を。そんなことしちゃダメだよ。そうだね。でもいいね、そういうのも面白いね、うん、昔のね。で私は持ってますからね、同じ中学生。あーそう、やばい、流出だ、流出。いやいや、させませんよ、そんなこと。でもプライバシーだったからね。やばいね、頑張ろう、止めよう。止めよう。はい、ツイキャスコメント、はい、おこりベンタさん、メガネはイメージ変わりますよね。うーん、そうですよね、変わりますよね、メガネね。あららがまさいがわさんが、うん、俺もメガネだよ。おお、仲間です、メガネです。メガネ、メガネ今4代目ぐらいなんで、ね、おお、そうそう、小学校4年生の頃からずっとかけ続けております。うん、そう、外そうとは思わない。なんかね、うん、一応ねコンタクトを、うん、なんか今お試しとかあるじゃないですか。それをやってみようと思うんだけど、うん、やっぱメガネ外したくねえと思う。なんでなんで。なんかもうさ、メガネ外した顔が自分の顔じゃない、キモいと思ってもう嫌なんですよ。いや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 、本当にもう、いやいや、メガネ外した子は可愛くなるってよく聞くよ。それはね、漫画とかだけの話です。いや本当にいたたた、そういう、大丈夫かい。マイクに殴られた。何してんだよ、もうさすがミッキーだな。やばいよ。そう、だからメガネ は、うん、あんまり外さくない。外さない、うん、あ、外してみよう。じゃあ皆さん同時にお願いします。急にですか。確かにここに3人、4人中3人メガネっていうね。私は外しませんよ、うん、いつか、でもいつか外してますんでね。あ、うん、寝るときとか。あ、寝るとき。寝るときと風呂入るときは外します、ね。じゃあ、真宙と付き合わないと見れないわけね。何それ。皆さん、ちょっと枠狭いけど頑張ってください。どういうこと。一人しかできないよ。どういうこと。二股はかけないでよ。何すんの、何これ。暴走している。ミキーが暴走しているぞ。あー、綺麗。受けません。受けませんよ、それは。やば。ね、あ、おきぼりベンタさんが。初メガネはこの前のライブでしたねって。そうなんです、おきわりベンタさんもメガネかけてましたね。うん、一緒にライブしたんですよ、ね、そうなんです、オタクの格好を、うん、あ、呼びませんよ、私はそれは。1億人の読ませませんよ。なんでもないです、皆さん気にしないでください。え、ね、またない。その手には乗りませんよ、私は。いいんです。でもこれはラジオなんでね。あ、そうだね。全部外したって。あ、外しましたよって言えば外したことに。いやいや、外してませんよ、今。外しましたよ、うん。いやいや、じゃあね、今度、あれです。乗っけます、写真に。番組始まる前の。え何言ってんの、これ。お楽しみに。やばい。やばい、勝手に。ということで、だんだん時間が迫ってきました。はいね、すごい盛り上がったね。はい。今日のテーマは、イメージでございました。イメージ。皆さんもね、自分のイメージ。について考えてみてください。いっぱいコメントしてください。もしかしたら、ね、意外なイメージがついてるかもね。うんうんうん、そうだそう。したった。たったった。よし。ということで、はい、私セレクトの、はい、曲いきましょうか。いきましょう。何に流すんですか。迷ってる。迷ってる。まだ迷ってる。でもこれに決めた。優柔不断やね。いきます。はい。そうね。すっきりしたいからね。お、すっきりしたい。うんうん、これをかけましょう。はい。すごい、今リバウンドよ。いいね、これいいよ。いきます。はい、アムロナミエでミント。チャージ5000円になります。
すでに赤字ですよ。中田さんどこに行ってもいじられる。だろ。すごい、ね、すごいいじりの才、はい、いじられる才能。はい、同じ大学。あの、今日同じ大学です。今卒業したの。バイト先が一緒で。あ、そうなんですか。はい。あ、でした。過去の話です。ってことは大学生ってことはもう大学卒業してしました。十何年。十何年。結構行ってますね。去年の話ですね。去年の4月の話ですよ。どうぞ、あの意味でやるか。今から何やる？あ、今ガールズトークが終わって、今日は新コーナーで、なんか知恵袋とかの相談を勝手にあの答えようっていう。知恵袋のっていう話を。知恵袋。中田さんの悩みでもいいですよ。え、悩み多すぎてもう。多いもん、僕。じゃあ、ミキとゆかりな知恵袋を。あ、いいね、いいね、いいね。俺も悩み言うよ。あ、じゃあ、ここ、今日はじゃあ、ここの悩み聞きます。そうしよう。じゃあ、まずダッキーから。あ、自分の悩みですか。ダッキーの知恵袋。え、もう、悩み？ハゲかけてきてる。ハゲかけてきている。おー、切実なお悩みが。もしかして、パーフェクト、アイマパーフェクトヒューマンじゃなくて、アイマノーヒャイヒューマンなんです。本当に。切実に。今日ツイキャスター頭メイン。アニマル。芝刈られてます。でそうする今日はこっちに。お、曲のバリカン積んでたかな。僕の髪より。いやね、僕の髪よりもね、もうちょい興味あるものやろう。いやいいですよ。なんでも今日はここにいる方のね。うん。髪の毛ネタ結構遊べるよ。え、僕が悩んでるのは髪の毛とライン。LINE? 僕がつぶやくとピタッて止まる。うわ悲しい。ピタッて止まる。じゃあ僕も山下さん。あ、はい、はい、あと30秒ぐらいで CM お願いします。あ、野球の人登場だ。ゴキボリベントさんが野球の人。や、痩せましたって言ってますよ。痩せました？あの、太ったんです。1キロ太りました。イエス。変わる？あれだね。そろそろ、あれだね。これではあんまり分からない。そうそう、あれだね。もう、なんかね、あれだよね。勝手にさ、途中から来てさ、乱入するんだけどさ、もういちいちもう自己紹介も割愛していいんじゃない？とりあえず来ましたってことだけ。定時報告。決まった。準レギュラーのパニックさん。パニックでーすって似てた今の雰囲気が。最初あの、エコーかけてもらってもいいですか。あ、わかりました。最初のミキというかいな痩せたっていうのもあれだね。髪切ったから痩せて見えるだろうね。あ、髪の毛も痩せました。はい、残り20秒です。ミキとゆかりの知恵袋。イエイイエイ。新コーナーです。はい、新コーナーです。皆さん待ってましたか。はい、勝手に待たしてたけど。そしてここで、はい、ですね、ツイキャスコメント一回読みたいと思います。はい、お願いします。木森ベンタさんがですね、はい、あ、野球の人登場だっていうことでですね、誰かいます。どうも皆様こんにちは、パニックでございます。パニックパニック。今なんかちょっとおねっぽくどうもどうも。いや別にそっち方面目指してないから僕はね。パニネパニネパニネパニックネーさ、パニックでおねやるとキャラが渋滞してる。そうです。キャラが渋滞。やめましょう。さばききれないね。誰もさばききれませんよ。うん、もう放り投げます。いよいよ割愛しよう。これを。ということで、パニックさんが、まあ、はい。準レギュラーパニックさんが、ここから入ってきました。そうですね。ということで、新コーナーですね。そして新コーナー、やっていきたいと思います。ミキと愉快な知恵袋。はい、ミキと愉快な知恵袋。ここでは。まあ、あなた自分の名前間違えたね。そうだね。そういうことだね。強くありますね。はいはい。はい、行きましょう。はい。今日そこのコーナーでは、うん、ね、知恵袋とか、うん、お悩みのなんかサイトとかを見て、
そうそう、私たち流に解決していこうっていうコーナーです。勝手にね、はい、そういうことです。ということで、もうね、でもなんか今日は横にパニックさんがいて、悩みがたくさんありすぎるよっていうこと、ネットに頼るな、俺に頼るみたいな言ったんで、あのさ、俺がさ、何の修羅場を経験したの、ね、いたって普通の人生よ、僕はね、24年普通の人生送ってるから、言うほどね説得力ないから。いやいや、でもパニックしたことありますよね。いや、しない日がない。おお、じゃあ、じゃあ、正しく言います。しない日はない。お、今日は、悩みをじゃあお願いします。その後に私たちが解決していくので。じゃあ、エコーかけてもらっていいですか。私のお悩みは、LINE でメールを送ると、既読だけしかつきません。どうすればいいでしょうか。はい、文章力がないと思います。文章力がないから返事が来ないと。そういうことですか。そういうことですか。どうですか。あのね、あのね一つ言おうか、はい、ね、あのね、素手で殴るのな。すごいストレートすぎるんだよ。さすがミーキーだ。いやいやいや、ね、グーパンチ顔に一発もらったよ僕は。もう解決したのかなこれは。本当ですか。LINE 来ないんですか。いや、そうですね。例えばどういう流れで自分がそう言ったら止まるんですか、うん、え、いや、もう普通にコメントしただけで。普通にというと、いや、なんでしょうな、例えばみたいな例で、僕のこの前の例が特殊だと思うんですけど、はい、ね、僕のなんだ写真をね、はい、まず一番アップして、はい、ああ一枚ピロンと、その時点で僕の写真を使って大喜利大会がね、うん、あ、すごいじゃないですか。写真だけで存在感を発揮するなんて。なのに当の本人がコメントしたらピタッてやむんです。もうお腹いっぱいだったのかな。本人ごとに登場する登場して、あ、もうその時点でみんな、もういいかなって思って。あのさ、真剣な悩みでさ、こんな感じで返されたくないんだ。僕はもね、やばい、こういうことじゃないと思うんだよ。違います。違うと思うんだ。でも中田さん、これはミキと愉快な仲間たち、仲間たちなんでそこで、でもあなたたち二人さ、自分の番組をね、もう一回言います。これはミキと愉快な仲間たちという、はい、とってもゆるい番組なので。そうですよ、そうですよ、異論は認めません。あの、ゆるいんですけどね、ゆるいんですけどね、僕に対する答えが強すぎんだよ。いやいやいや、あ、でもね、それは確かに否めません。うん、ね、ほんとに。ツイキャスコメントも来てますよ。はい、おきぼりメンタさん、はい、ガチな相談に対してあっさりな答え、ありがとうございます。そうですね、あっさりもいいとこ。あっさりがね、やっぱり万人に人気ですもんね。凝ってるよりか、凝ってるよりか、ね、味的な問題かな。あららがまサイガーさん、本人のコメントを必要としていなかった、わら。あー、そうかもしれません。そうかもしれませんよ。え、何、黙って僕は見とけばいいの。そうですね、見守ってほしかったんですよね多分。僕が写真を出されて、はい、いろいろ書かれてることに対して僕はただまんじりともせず見ておけばいいの。そういうことですかね、現状的に今の。打破できない。じゃあ解決はないじゃん、もう黙ってみていいじゃん。まあね、もっとお腹いっぱいになる前にツッコミを入れればちょっと状況は変わっていたかもしれないです。いや、それが1回とかじゃないってことなんですよね。それがそうですね。おお、ということはお腹いっぱいいっぱいじゃない限らずにそれが起こるっていうことなんです。そうなんですよ、結構はぶられてるってことですか。グループ LINE のアイコンもね、やたらと改ざんされて。おお、そう、適当にされました ね、 ちょっとね、これは悲しい現実につきそうなんでやめましょう。やればやるほど、僕の口数も少なくなってきて、もっと明るい話題に行きましょう。そうですよ、明るい悩み、なんかちょっともうちょっとバカな知恵袋ないかな。そうですね、じゃあ今検索しますね。ザッキーさんの悩みってことですか。ザッキーさんの悩みに聞きたいです。悩みですか。はい、何でもいいですよ、解決しますよ。悩み解決させますよ。はい、言うとき、はい、ピッと、あ、エコーをお願いします。何でもいいですよ。何でもいいですか。はい。
全然、はい、お願いします。お願いします。スーパーに行くと余計なものを買ってしまう。おお、はい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 、わかります、わかります、そのお気持ちわかります。なんか買う気はなかったんですよ、うん、買う気はなかったんですけど、うん、ついつい見て、あ、買おうって思って買ってしまうっていう。わかります。あの、用もないのにスーパー行くんですよ。あ、しかも、僕それはしごしちゃうんですよ。なんですか、スーパー居酒屋方式です。うん、本当に。いや、買わない時もあるんですよ、うん、なのに好き、スーパー用もなくスーパー行って、うん、はしご、近辺のスーパー、2軒3軒回ってなんか帰る時多いんですよ、僕。お菓子とかですか？いや、お菓子には限らないですね。なんかこれ買っといた方がいいかなって、うん、半額とか見ちゃうと強い買ってしまう。今はいらないけど、あ、それは買いますね。見切り品買っちゃいます。買っちゃうんすよ。あ、してどんどん溜まっちゃうんです。そうなんですよ、ね、冷蔵庫が一人しかいないのになぜか充実してるっていう。それも期限が明日、明後日の。そうなんです、そうなんです。共感してる。じゃあいつでも遊びに行っていいってことですね。そうじゃない。あの、そういうことではないんだ。が遊びに行くせば問題はないという。全然食べられますよ。解決これ。こんな雑じゃないですか。ね、雑だよね。さすがミーキー。そうだね。おきぼりベンタさんも言ってますよ、はい、調味料とか買ってしまいますって。買うんすよね。そうなんだ。自分全然行っても、うん、もう逆になんか頭が働かなくて、うん、このなんかメモとかあるじゃないですか。例えば醤油、卵とか書いてあったりしたら、うん、もうそれだけしか見れないんですよ。他はもうみんなそこに直接に行ってそれだけ買って、でも逆になんか他になんか買うのあったかなってなんか見たりするじゃないですか、うん、で、あ、チョコとか食べたいな、でももったいないな、お金って思って戻して、買いたいものだけ買います。すごい。私はそうなんですよ。いいね、無駄遣いしないところがあんまりしないんです、私は。でもそれをどうやってやってるかって言われてもちょっと分かんないので、うん、アドバイスできない。根本的な問題ですよね。そうなんですよ。あららがまサイガーさん、はい、半額ほど魅力なものはない。あ、分かるわ。それはそうですよね。魔法の言葉っす、半額はね。魔法の言葉、割引はそうです、確かに。なんかこう、自分あれです、コンビニでバイトしてるんですけど、うんうんうん、賞味期限が近くなったら半額にするんですよ、うんうん、もうすぐ買いますね。従業員が半額のものいっぱい買ってます。なんで従業員が占めるの。ちょっと ね、やっぱ半額さ、従業員でも好きだからさ。あ、でもそうだね。でも半額だからね、なんかあの、めったに食べれないものね、そう買っちゃうんだよ。このチョコ食べたかった、やった、賞味期限近くなってありがとうみたいな。あ、なるほど、残っててくれてありがとうみたいな。賞味期限が残、あのギリギリかなって発想はいらないけど、基本はね、美味しいから食べるもんであって。そうだね。木森ベンタさんがなんかまた言ってますよ、うん、はい、変わった調味料を見つける矢印、うん、スマホで使う料理を検索、うん、矢印、材料買う矢印、一回しか使わない（笑）かっこ絶望。わかります、わかります。やっちまうね。確かにそういうのありますよね。変わった調味料ほど誰も買わないから半額になってるんですよ、うん、あそっか、オーガニック素材とか。あ、ね、オーガニック、ね、悲しい。ありますよね、オーガニックのソースとかね。確かに、ね、言うほど使わない。そうですね、使わない。確かに、どうし、この悩みどうしましょう。ミッキーもでもそうなんですよね。そうですね。でも最近やってることがあります。お、はい、なんか、うん、あれ、迷うぐらいだったら買うなって自分に言ってます。おあ、ま、迷いますか、そういう時。迷う、かなり時間使いますね。あ、どうしよう、はい、時間かかって買っちゃう。使いま、時間使いますよね、スーパー行ったら、ね、迷ってる時間、あの、迷ってるぐらいいらないんだと思って、うん、じゃあやめようらしいです。ありがとうございます。お、めっちゃちゃんとした答えじゃないこれ。迷うぐらいなら買うな。ちょっと次、あの、解決した時なんか SE 入れて。そうですね、陽気の音入れよう。お、じゃあ今度はね、また超成長します。そうね、はい。あららがまサイガーさんが、夜9時のスーパーは半額弁当の奪い合い、うん、あー、わかる、わかります。わかるわかる。半額、いや、だから僕さっき言ったスーパーはしごをしてるって、大体半額になる時間把握しちゃってるんで。マジです、教えてください、お得情報。後ほどやり取りしてください。それはあの、個人でやりましょう。おここで言うことじゃない。 LINE に書かれたら私既読無視します。お待って待って、でもね、おきぼりベンタさんが逆のこと言ってる。自分は買わずに後悔するなら買って後悔しろって感じですねって感じ。あ、そういう考えもあるか。また迷いが生じてきたぜ。
あ、まあ、好きな方選んでいいですよ。そうですね、そうそう、いよいよ放り投げる。結局そうなっちゃうよね。そうだね、そう、勝手に答えちゃってるっていう、うんうんうん、すごい2つのお悩みが、よかった、うん、2つ解決しましたね、はい、解決ということで、うん、今日はね2つの質問を解決していきました。また来週からね、もっと面白いお悩みを、ね、もっとハードボイルドな問題出てくるの？出てきますよ。今日はちょっと初日なんで、ちょんちょんってやってみる、つまむ程度に。そうですね、今日はちょっとここにいる方に聞いてみようっていう勉強になったからね、はい、そう、そうそうそう、皆さんの質問とか悩みも募集しております。そうだ、ね、そうだ、そうしよう。ツイッターに書き込んでもらえれば、はい、そうです、そうですね、すぐ、せっかくなんでね、そうですね、ちゃっちゃと答えますよ、うちの。いつでも暇な時、土曜日までに打ち込んでもらえればね、うん、全然それをね、放送内で、いや多分1回来ると思う、ツイキャス1回来ると思うよ、おー、うん、多分書いてくれると思う、その間何もちゃちゃっと解決させちゃいましょう、うん、はい。ありますか、悩みお願いします。悩みありますかね。あと5分ぐらいなんです。そうですね、早いな、多分今みんな、うん、迷ってるから、迷ってるから来週ね、来週ね。やばい、友達に喋るみたいに言ってしまった。来週ねって。よし、キボリメンタさんが書かなきゃ使命感って、はい、使命ですよ、これもやらないといけないですよ。そうですよ、果たしてください。悩みをね、お願いします。お願いします。はあ、楽しかった。そうね、はあ、もうちょっとで終わっちゃうよ。終わっちゃう、終わっちゃうよ。雨降りそうだね。そうだね、降ってんだよ。降ってます？降ってるんだよ。そっか、じゃあ微妙な小雨が、微妙な小雨が続いてる感じで。そうなんです。梅雨明けたんですかね。明けてないんですよ。でもなんか晴れ多いよね。そう、言うほどね、晴れ間多いで、夜にドバドバ降ってね、雷も、うん、昨日雷やばかったっすよね、うん、うんうんうん、寝れないの。寝れない、雷怖いの。あー、女子だ。やばい。ちょっと僕ね、おかしいんだって。だから普通の人じゃないから、僕雷と月が苦手なの。なんで月？カカジャーって、カカジャーの人ですか？なんでってなんで雷月が苦手イコールカカジャーなの？カカジャーだよ。やばい、すごい。え、なになになに、どういう意味、どういう意味、どういう意味、これ伝えて、事情がわからない、教えて。カカズの人、月が苦手な人多いんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、オオカミ？待って待って、何情報だそれ、何情報だ。友達とかも多いってこと？うん、てか友達もカカズの人は月怖い人多いんだよねって言ってたんですよ。やばい、なんか、なんでここで俺が共感してるの？なにこれ、わかんない。理由はなんすか？わかんない、書かず、なんで高台があるから月に近いのか。いやいやじゃあ僕はあれ、特に満月がダメ。あ、だから満月も、三日月はちょっと怖くて、満月はマジ怖い。三日月は平気。あの満月で特に大きくなる時あるでしょ、あのなんか近い。あ、めっちゃでかいですか。あれが苦手。だから別にちっちゃい分に、うん、怖い怖い。何が怖いんです？あの僕一回夢で見て、昔母が乗ったね、軽乗車あったんですけど、その中でもうとにかく怖い夢見たのよ。もう月がゲラゲラ笑ってる、あのもうイメージで言ったら、あのなんだろうな、昔は絵本だったガラガラドンってわかる、うん、あんな感じ、あのイメージの月が夢の中で出てきて、もう汗だくで、それ覚えても3歳の頃、すごい、もう20年前ぐらいの。 それでいまだに満月が苦手で、そう、だから近い時、だから近い時って色若干変わるじゃん、あのちょっとね、あの赤みたいな、オレンジみたいな、もうね見たくない。怖いですか？怖くないですよ。いやいやいや、すごい、なんででしょうね、わかんないかな。雷はね、まあ基本苦手ですけど、雷はまあいますしね。雷は、うん、はい、満月は雷怖いって言える女子になりたいんですよ。でも全然微動だにしない、はーって感じしてます。全然怖くない。そうなんだよね、なんかね、そう、強いんだよね。なんだろう、その強さ。ジェットコースターとかも普通にみんなキャーとか言ってるけど、なんかはー涼しいとか言って、まあ、涼しい。あ、ジェットコースターね、乗る前に逃げます一回。やばい、女子力ちょっと持ってかれたかも。いやでもいいじゃん、もう冷めてますよ、結構かっこいいよ。じゃあめめしい人とあれだ、付き合うんじゃないですかね。うわー、俺についてこいみたい、ミーキーが。そうだね、私についてきなさいっつって。どうですかね、こんだけ怖いのかと思ったらムカつくかも。あ、逆に自分は怖くないのに、なんでお前こんな怖がってんだよみたいな。いやいや、怖くないだろ、嘘ついてるだろってな。疑うんだ。そうか、じゃあダメだな、めめしい人も。そうだね、そっかそっか。
ダメなのか。ダメなんだね。ちょっと書かず説ちょっと、うん、これはちょっと検証する、ね、した方がいいですね。あれは、あの研究の余地あり。すごい。でも本当に書かずって聞いてびっくりした。カカジャ、マジか。月怖い説。カカジャ月怖いって。昔カカズの人月に押しつぶされたとかいうなんか説ない。なんだそれ。あ、だからもうなんか。じゃあの、ね、あ、でもね、うちのあの僕が雷が怖いっていう理由は、うん、あのたまたま、うん、あのそのカカズ中で授業を受けてるときに、うん、近くで雷が落ちて、で学校中の火災報知器が全部鳴ったんですよ。うわ、ビリ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 、もう鳴って、そんなことあるんですね。でそれでそれを止めようと入った時に、うん、あの教頭先生が対応したんだけど、その時また近くで落ちて、うん、教頭先生火災報知器でちょっと感電しちゃったのよ。はー、ビリ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 、怖ちょっとフラフラになってる教頭を見て、うん、なんだ怖えって思ったのも事実。確かにそれは怖い。やべえ、あともう、はい、おう、わ、やばい、あとちょっとだ、30秒ぐらいですね。はい、ということで今日もね、か、すごい面白かった。まずあれだ、カカジャ月怖い説を検証しなきゃですね、これは。そうですね、本当だよ、やろう。いつどこで月が見せられるのか怖い。本当だね、やばい、あと20秒ということで、ということで今日お届けしたのはミキとマヒロとパニックと山崎でした。ということでね、まあ、月、なんだっけ。月を調べましょう、はい、バイバイ。こんな盛り方あるか、バイバイ。やばい、ごめんなさい。